皆さんこんばんは、ポップです。エフェクトチャンネル5月20日土曜日今回は週末スペシャルということで今週の振り返りと来週のトレードポイントについて解説をしていきます先週は九州に行っておりまして少し動画の公開ができなかったという状況でございますが今週からねまた通常モードで配信をしていきます順番はいつも通りドル円相場から始めましてユーロ円 ポンド円、5ドル円、そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、5ドルベドルの順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。まず1週間を振り返ってみますと、今週は円安方向のトレンドの1週間でございました。ドルの方はスタートは135円を超えたところからね、スタートしたところでございますが、一時138円50銭まで円安が進む。 ユーロ、ポンド、ゴードルもですね、ほぼほぼ同じような形で円安トレンドという状況でございましたが、まあ週末のところですね、アメリカのパウエル FRB 議長、あとイエレンさんの発言によりまして、まあ今後ですね、銀行等が少し合併する必要がある。それと、あとパウエルさんの方はですね、利上げの必要性がなくなってきたんじゃないか。まあこのような発言を受けて、一気に100ピプスほどスコンと落ちる。少しばかり反発するものの、 今までの上昇トレンドが、もしかしたらトレンドが変、転換したかなというところがね、えー、見てきたところなので、まあ来週スタートはですね、えー、こちらのところを見極めてから、えー、スタートをね、していきたいと思いますので、えー、それも、えー、順番に解説をしていきます。えー、それではね、えー、早速ではございますが、まずはドル円相場、こちらの方チャートを見ていきましょう。はい、えー、かなりのね、上昇トレンド進んでおりました、えー。スタートの方はね、先ほどお話ししました通り、135円を超えた この辺りからスタート。まあ、ところどころですね、移動平均線割り込む場面がありましたが、最終的に金曜日までは大きく上昇。135円50銭を超えたところから3円以上ね、上がるというところ。そして、最後ね、先ほどもお話しましたが、パウエルさんとイエレンさんの発言によりまして、スコンとね、この24時ぐらいから落ちてきた。まあ、ここの部分がね、今までの上昇トレンド終わるかどうかというところの、まあ、起点になるかどうかというところでございます。 ただ、こちら見ていただきますとね、138円と137円50銭。まあ、ここのところがね、ポイントになろうかと思いますので、少しチャートの縮尺をね、拡大しまして見ていきたいと思います。はい、まず138円のところでございますが、ここは、まあ、チャートの形でいきますと、ダブルトップのネックラインというところですね。まあ、今までの上昇トレンド、ピークが138円50銭を超えたところまで上がる。 そして、一旦、押しが入ってからの、もう一度ね、上がるんですが、こちら、ネックラインを起点として、ポンとね、下がってしまう。まあ、こういったね、138円を、今後、超えることができるかどうか。またね、超えることがあって、サポートが入れば、もう少しね、138円50銭をチャレンジするというね、期間ができるかもしれませんが、ただ、この138円、これでね、押されてしまって、137円50銭ですね。こちらの方、過去のサポレジーと、 ちょうど落ちたところですね。金曜日の深夜になりますが、ここの部分のサポート。こういったところをね、割り込んでしまいますと、少しね、今までの上昇トレンドが崩れて、下落トレンドの可能性があるというところがありますので、ちょっとこの137円50銭から138円は難しいところでございますが、まあ、ここを、ね、抜けた上側なのか、それとも下側に入ってしまうのか、まあ、こういったところで再度トレンドが出てくるというところをね、判断しながら、月曜日ね、臨んでいただきたいと思います。 具体的には138円ですね。先ほどのラインを引き直させていただきますと、ダブルトップのネックライン。一回割り込んでから、ここでね、レジスタンスが入れば、まあテクニカル的にはガチガチの下落というところ。まあしかしながらね、137円50銭。まあここの部分を割り込まないと本格的なショートは狙うことはできないからと。一旦お試しで138円付近。 ここをね、えー、超えることなく、しっかりと、スコンと落ちたところでは、137円50銭ぐらいまで。まあどうでしょう。えー、20ピップスから30ピップスぐらいは狙えるところかなと思いますので、えー、少し138円のレジスタンスですね、えー。ここの部分でございますが、ここの要線から陰線がしっかりと、まあ15分足ベースでも構いませんので、えー、こういったところ、えー、要線から陰線に切り替わったところはショートを狙っていただく。 ちょうど今までショートがかなりね、まあ逆張りの投資家が多いということで膨れ上がってきたんですが、この金曜日の下落を受けまして、ショートが少し減っておりますのでね、まあそういったところから含めると、一方的に上がる展開は少し難しいかなと思いますので、138円のジャストのですね、レジスタンスライン。ここが現れたところはしっかりとショートで2、30ピプス、まあデイトレベースでございますけどね、狙えるんじゃないかというところでございます。 そして、137円50銭。ここのサポートに関しては、えー、狙わなくてもいいかなと考えております。ちょっとね、えー、と上方向から移動平均線24。この黄色のラインでございますが、ここ被せてきますので、まあ、反発してもですね、すぐ、えー、押されてしまう、えー、戻されてしまうというところがありますので、ここは137円50銭。この下側に割り込んだ場合の戻りが弱いところ。ここをね、ショートで狙っていくのはいかがでしょうか。 具体的にね、ラインを引いていきますと、137円50銭。過去ね、レジスタンスサポートというところで入っておりまして、金曜日もね、サポートがかなり長い下ゲで出ております。ここ、反発せずにですね、割り込んでしまって、この割り込んだ瞬間入ってしまいますとね、下ゲでやられてしまう可能性があります。ここはしっかりと戻りを待って、戻りが弱い137円50銭を超えることなく、要線から陰線ですね。 まあこういったサインが平均足のまあ1時間足ベース。これで出たところでショートのトレンドが出てくるんじゃないか。下落トレンドになるというところがねありますので、137円50銭。ここ割り込んでからの要線陰線ですね。これが現れたらショート。まとめますと138円ですね。ここのところでもレジスタンス食らった場合はショートですね。そして137円50銭。ここも割り込んでからのレジスタンスでショート。そして138円超えた場合は一旦様子見をして、 その上側でで線線から陽線に平均足が転換した場合ですね、こ、まあ、ここでロングを取っていただく。このような形でね、少し137円から137 13円50銭から138円は難しいところでございますが、まあ、ここ狙っていくんであれば、これを超えたところの陰線、陽線のロングと、割り込んだところの陽線、陰線のショート。まあ、こういったところを、ね、メインに考えていただければと思いますので、まあ、月曜日から火曜日ぐらいで,ですね、このサインが出たところでは勝負をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい。以上でね、ドル円相場の解説を終わりまして、続きまして、ユーロ円の解説に入っていきましょう。チャート解説の途中ですが、使えるツールの紹介ということで、サブスク FX をご案内します。こちらのシンクマーケッツから、次々一定金額を支払うことによって、ドル円やユーロドルのスプレッドがゼロで取引できるサブスク FX があります。1注文10万通貨までですが、スキャルピングやデイトレをやる方は、 大きなコスト削減になりますので、ご興味ある方は概要欄をご覧ください。動画視聴の特典として、ハーゲンダッツのギフト券やゴディバのギフト券がもらえますので、興味がある方はご検討ください。ちなみに私もこちらをお申し込みしまして、コースの方は3種類あるんですが、こちらのサファイアコース、月額3000円ですが、これはドル円とユーロドルのスプレッドが0、そして月額の最高取引数量の上限がないというコースでございます。 皆さんもよろしければ検討してみてください。はい。えー、ユーロ円もね、えー、時間軸、ちょっとね、縮尺、えー、縮尺の方を広げておりますが、149円のところが、えー、ここはね,、えーねえー、ポイントになろうかなというところでございます。まあ、過去、えー、出来高があるところと、まあ、大きなね、レジスタンスを迎えているところ。そして、えー、こちらの今週ですが、木曜日、金曜日のところ、まあ、サポートがね、下髭で何度も何度も入っているところでございますので、この149円、ここを基準として考えていただいて、 ま、上側であれば、ロングを狙っていくところ。下側であれば、ショートを狙っていくという考え方で、おおむねよろしいかと思います。では、具体的にね、どうなったらロング、どうなったらショート、これをね、具体的に示していきたいと思いますので、こちらもチャートの縮尺、少し拡大していきましょう。149円、ラインを引かせていただきますと、このような形で引けますね。149円割り込んだところでは、これはね、下髭の方が、1回、2回、3回、4回、 5回、6回とね、まあ細かくあります。まあ149円のサポートが硬いというところですね。まあ一方、上方向はですね、まあ陰線陽線が出たら、また149円50銭ぐらいまでは狙っていけるんじゃないかというところで、この149円を基準に、まず割り込んでしまった場合は様子見。ショートの準備をしつつ、こちらはね、戻りが弱いというところで、陽線から陰線が149円の下側で現れたところですね。 これは平均足を使っていただければと思いますが、この場合はショートをしっかり狙っていただく。そしてロングの場合は一旦、まあ、上方向にね、149円抜けてきまして、その上側で平均足の陰線要線。まあこれが起こったところではロングを狙う。 この時の利確に関しては、金曜日の高値、この手前のですね、149円50銭ぐらいまでに、これはね、利確を置いていただく。まあ、こちらもロングの方は、あまり大きなピプスは狙えないからと思いますので、まあ、ショートを中心にね、考えていただいて、場合によってはロングは取らなくてもいいからと、149円割れのところからの戻りが弱いところ、上から叩く。こちらをメインに考えていただければと思いますので、 まあ、えー、どういったところでね、勝負するかというのは、皆さんの判断に任せますが、基本的には、ショート目線、えー、ショート狙いですね、149円割り込んでからの要選因線、因、まあここの部分をね、中心に狙っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう。はいえー、ポンドに関しましては、ちょっとね、週末のところ、乱高下がありまして、 ま、上のところですね。まあ、天井圏に近いような動きですよね。えー、こういったボラティリティが高くなるというところで、ちょっとこの172円を超えますと、レジスタンスが入りますし、下方向は171円。えー、これはですね、過去のダブルトップ気味のレジスタンスライン。そして、ちょっと上側でございますが、えー、これはね、ダブルボトム的なアポートが入っているということで、 基本的には171円から172円のレンジを1回ぐらいは取れるんじゃないかという考えを持っております。それであれば、どのようなところを狙っていくか見ていきましょう。チャートの縮尺、拡大していきます。172円のレジスタンスライン、ここの部分でございますが、これはですね、水曜日から木曜日にかけて、木曜日から金曜日にかけて、ちょっと金曜日はね、超えてしまいましたが、まあ、レジスタンスラインが出ているというのはね、まあ、ラウンドナンバー的にもあり得るかなと。 171円は過去のサポートレジスタンス。ちょっとね、先ほども説明しましたが、サポートがちょっとその上側という形、171円25銭というところでございますが、まあ、おおむねね、171円から172円の100ピプスのレンジをね、一旦は狙ってはいかがでしょうか。具体的には172円付近ですね。このあたりで1時間足の平均足が要線から陰線に転換した場合。 まあこれはですね直近の高値の上側でストップロスを置く必要がありますが、まあ、30ピプスから50ピプスぐらいは狙っていけるようなこれは逆張りですねそして下方向に関しましてはこの171.25 17から171円、まあ、このあたりでですね陰線要線が現れたところ ここでしっかりとロングを取りつつ、直近の安値付近の下側でストップロス。できればね、171円の下側で置ければと思いますが、これは平均足がしっかりと転換してからの勝負でございますが、こういったところのサポートレジスタンスラインの逆張り。平均足が1時間足、もしくは15分足で陰線から要線。 陽線から陰線が現れたところの逆張り。まあ、こういったところでね、30ピップスから50ピップス狙いつつ、直近の高値の上側でショートのストップロス。こちらは直近の安値の下側でロングのストップロス。まあ、こういったところをね、置けて、レンジ相場を一つね、取っていただくのはいかがでしょうか、はい。以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、続きまして、5ドル円の解説に入っていきましょう。 ゴ、はいえードレンの方も概、ね、おおむね、ポンドと同じような考え方でよろしいかと思います。まあ、過去の水平線のチェックですと、まあ、ご覧いただいた通りですね、91.50、過去のレジスタンスになっているところがありますし、まあ、金曜日もね、サポートが入っていたということで、91.50のサポートラインと、あと、えー、上方向はね、ちょっと半端なところでございますが、92.25。これは、えー、過去ね、直近の高値と、えー、この金曜日の高値ですね、こういったところがありますので、 まあ75ピプスとなりますが、91.50から92.25。こういったところをね、狙っていく考えでいかがでしょうかね。チャートの縮尺を大きくしていきましょう。はい、こちらもレンジの逆張りを一旦は狙えるんじゃないかというところでございます。91.50付近での陰線要線ですね。ここをしっかりと15分もしくは1時間足の平均足が転換してからロングを取りながら直近安値の下側でストップロスを置く。 そして92.25。これもね、金曜日がっちりとレジスタンス入っておりますので、まあこの92円を超えたところぐらいから92.25。こういったところでね、要線から陰線に平均足、15分足、もしくは1時間足ベースでございますが、まあこれが現れたところでしっかりとショートを取る。 30ピプス前後ぐらいは狙えるんじゃないかというところでございますので、まあ、ストップロスをね、しっかりと置きながら逆張りで攻めていただく。これが月曜日から火曜日、まあ一回ほどはね、使えるんじゃないかというところでございますので、まあ、このサインが出たところのみ勝負をして、このサインが出なければですね、ここの部分は一旦見送るというところが大,大切だと思いますので、参考にしてください。はい、以上でね、クロス戦の4ペア4通貨の解説を終わりまして、 続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。はいえー、まずはね、ユーロドルから見ていきます。ユーロドルの方はね、まあ、久しく下落トレンドということで、まあ、移動平均線24、この黄色のラインが、まあね、えー、こちらは下落トレンド、右下下がりが多いというところですね。 基本的には移動平均線を超えてもですね、すぐ戻されてしまうというのがこの下落トレンドの特徴でございます。今一旦ね、抜けておりまして、ちょっとね、大きめに移動平均線24の上側に顔を出してきております。下落トレンドも終わったかどうかというのはまだ判断できないところでございますが、ここは1.08ですね。まあ、ここの部分をしっかりと起点に考えていただく。 過去もですね、これ50ピップスずつ、これはね、サポートレジスタンス内が引けております。見ていただきますと、こちらね、しっかりとレジスタンス入ってと、こちらもレジスタンスが入って、サポートが入ってる。サポートが入りつつレジスタンスがある。こちらもサポートがあってレジスタンスということでね、50ピップスごとにサポレジが集中している。そうなりますとね、この1.08を基準にして考えていただくのもね、納得いただけるんじゃないかというところですね。チャートの縮尺変えていきましょう。 1.08、この部分を基準に考えていただければと思います。まず、この1.08、まあ、サポレジラインになりやすいというところで、この1.08付近での陰線要線ですね。ここはしっかりとロングを狙っていただいて、20ピプスから30ピプスほど狙っていただくのがよろしいんじゃないか。 そして、このショートの場合ですが、1.08。これを割り込んだところで準備をしていただく。そして、戻りが強い場合は無視すればいいんですが、戻りが弱く1.08の下側での要線陰線ですね。これが出たところでは、しっかりとショートを取っていただく。 これは1時間足でも構いませんし、15分足の方がね、反応が早くなると思いますので、15分足も1回ね、見つつですね、基本的には50ピップスごとのサポート、レジスタンスでロングとショートを狙っていく。このような考え方でよろしいかと思いますので、少しね、このユーロドル、50ピップスごとのサポレージを意識したトレードをしてみてはいかがでしょうか。参考にしてください。 はい。以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。はいえー、ポンドドルはですね、えー、クロスエンドポンドエンドと同様ですね、えー、こちらもレンジを1回は狙ってはいかがでしょうかね。まあ、直近のサポートレジスタンスライン、えー、この黄緑のラインで引いておりますが、 上方向、1.25ですね。ここの部分、サポート入って、レジスタンス、サポート。こちらもレジスタンスということでね。まあ、かなり1.25というところは、レジスタンスの要素が強い。そして、直近のサポートということで、ダブルボトム気味にね、入っているのが1.24というところ。その中央値のね、この1.2450。ここもね、過去サポートが入っておりますので、 まあ、ここもね、50ピップスごとのサポレージが入りやすいというところをね、意識して、月曜日、火曜日は臨んでいただくのがよろしいかと思います。そこでの戦略でございますが、チャート拡大していただきますと、3本ラインですね。上から1.25、1.2450、そして1.24という50ピップスごとですね。まず、この基準線が1.2450、少し下で終わっておりますので、ここのね、下側でしっかりと要線陰線を受ければ、 ショートを取りつつ、1.24付近で陰線陽線が入ればロングを狙う。まあ、こういった形でね、50ピプスごとの節目で2、30ピプス狙っていくのがよろしいかと。そして1.2450、上方向に行った場合に関しては、ここね、上抜けた瞬間には入らずに、しっかりとサポートができたところでロングを取る。そして上方向1.25ですね、このあたり陽線陰線が15分足で構いませんので、 え、しっかりと平均足の転換が見えたところでショートを取る。こういった形でね、まああまり大きなボラティリティはないんですが、50ピップスごとのサポートレジスタンス。これが1時間足だと少し反応が遅れてしまいますので、15分足をメインで陰線要線が入ったらロングを取る。 そして、陽線陰線が入ったら、ショートを取るというところを意識して、20ピップスから30ピップス手堅く狙っていく。もちろんね、ストップロスも必要だと思いますが、これでね、ある程度、リスクリワード1で勝負したとしても、勝率は50%を超えるんじゃないかなというようなね、ポイントでございますので、こちらも参考に2 30ピップスね、狙う方は狙っていただいてはいかがでしょうか。はい、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、最後にゴードルベードルの解説で締めていきましょう。 ゴ、はいえードルベイドルでございますが、こちらもね、ポンドドルと同じような考え方でよろしいかと思います。えー、50ピップスごとにサポートレジスタンス入っております。上から、えー、0.67ですね。これ、えー、レジスタンス、レジスタンス、レジスタンス。サポートも入ってますね。こういったところですね。ここはレジスタンスですね。ということで、えー、0.67。そして、えー、0.6650のところも、まあ、サポート入ってますね。 はい、あとは0.6600でございますが、こちらもサポート入っているというところでございますので、まあ、ポンドと同じですね。50ピップスごとにサポレージラインが入っているというところでございます。チャートを拡大していきましょう、はいえー。ということでね、また上から引いていきますと、0.67、0.6650、0.6600というところですね。ポンドドルと同じようにですね、まずこの0.6650下回ったところ、 この下側での陽線陰線でショートを狙いつつ0.6600ですね。ここの部分での陰線陽線はロングを狙うところかなと、えー。そして上方向に上がった場合に関しては0.6650。この上側での陰線陽線のサポートが入ってからロングを狙いつつ0.67付近ではですね、この陽線陰線が出たらショートを狙っていく。 これもね、20ピプスから30ピプス、逆張りとなりますがね、狙っていけるところだと思います。1時間足だと少しね、反応が遅れてしまいますので、15分足ベースで、陽線陰線が出ればショート。そして、陰線陽線が出ればロングというところ。これが50ピプスずつのサポートラインやレジスタンスライン。真ん中はね、サポレジにもなり得ますが。 まあこういったところの節目でしっかりとえ勝負をしてですね。今回は移動平均線24というところよりもしっかりとした水平線のサポレージが入っておりますので、そのあたりでのえ反発、そしてね、反転ですね。そういったところをえロングショートで狙っていただくのはいかがでしょうか。 はい。以上でね、今回の先進国通貨7ペアの解説を以上といたします。えー、ちょっとね、このあたり、え、先週は、ね、え、今週はですね、YouTube ライブができなくて、皆さんにね、ご迷惑かけてしまいましたが、まあ、来週からですね、え、時間しっかり取りまして、YouTube ライブ、え、そしてね、週末の動画もアップしていきますので、え、またの皆さんのご視聴をお待ちしております。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。ポップがお送りしました。皆さん、良い週末をお送りください。バイバイ。